いつも先走りがちなレッド。バロタ。やべえ。画像が。画像の威力。く。ほんとだ。の表現力。そう見える。いい角度。男子100メートル富士夕方。ふ。面白い。増えた。富士夕方。あえて加工、保存用。保存用。かわいい。肉球すげえ。保存した。ハロウィンのガチ勢。怖えよ。怖。子供なく。インスタ映えしますわ。さ。ラサラーって。なんか好き。軽いな。緊張感。そうか。雪だ俺。怖えよ。ホラー映画。懐かしいね。すごいなこれ。夏の思い出。あはははうふふ。キャッキャ。かわいい。仲良しか。はいチーズ。奇跡の一枚。リアルやわ。複合した。決まりすぎ。広角機動隊。これじゃない。違うと思う。美味しそう。ゴエビじゃあ。飲んだら減るの？減るんです。なんだと。バカ。入れると増えるぞ。今日の晩ご飯がっし。かわいい。手前かな？よかったね。キャワは。ドケポリコー。ええ度胸しとる。やばい爆笑。ぜひ行ってほしい。くそ。水泳時夕方絶対王者。最強。水泳とは。誰も勝てない。限度があるから。彼の弱点は？ここ。よく見破ったな。ですよねー。無防備。知ってた。ビーズ？もう過去の話ですから。増えた。失気した。ウルトラソン。終えたんだ。目からロだけ落ちた。好き。うまい。シンプルでいいな。拍手送りたいレベル。日光。晴天。これ以外ない定期。シンプルでじわる。出落ち。命恋。殺し屋。こんにちは言うても効かないでな。うまい。言ってる場合か。オセロで4つ角を取った。増えた。この顔は草。ドヤ顔やんけ。ガチ架空とか言ってそう。私がエルです。ガチもんじゃねえか。ですの。なんかこんな感じだ。これは。唐揚げかと思った。ガチで。私も。思った。唐揚げに見える。うまそうまで思ったわ。コテンパンだ。顔が見たいな。かわいい。ぬいぐるみみたい。ボケと合わさってやばい。エルです。画像がずるい。お前はそれでいいのかよ。だろうな。エルって認めちゃった。森永美。サイル。森永ミサイル。森永最強。わろた。期間限定だし。ハマッシ。かわいい。あ、そっち下なんだ。砂がめっちゃつく。あ、炙りサーモン。あーはいはいアーメンアーメン。流しアーメン。適当すぎやろ。やばいなんだこれ。軽う。張り詰めたー弓の王。黙れこそー。じわじわくる。顔。これが勇者か？色の設定とかおかしくね？亀。くちばしや。青色多くない？なんて色だ。我が輩の猫である。増えた。この発想はなかった。そうでやんすか。足長。レーザー当てたやつ見つけた。さっき半端ねえ。本気だー。メガマジだ。おもろい。お。ジョーちゃん、面白いもの見せてあげようか。顔。うわー。その服は。やめろ。過去の栄光を語る、年老いたルフィ。わかる。面白。なんかいいね。後ろ姿なのがいい。風足りぬ。吹かねば。風よ。カメラマン角度。細かいことはいいから風早く。一皿に噛んだろ？正気か？さらすらなくて草。この子ネタつきないな。強い。お相撲さんがチャレアビー。くだらねえ。いや待て、エスレアだろ。これでリーマン。ガチャ。いいえを押しますか？パラドックスだな。に、3秒考える。ややこしい。意地悪いな。サッカーだったの？思い切りバスケ。オーマイガー。袖が足りなかったね。そんなことある？海賊王が俺になる。逆。海賊王がなるのか。なんだこいつ。でかく出たな。トムとジェリーを見たらしい。うちの子そっくり。ビヨヨン。ジェリー被害者の会。ごめんね。飛べよ。それな。それはそうだけどやめてあげて。小さい。電車乗るまで2、3分過ぎそう。本当に急いでるときは飛べることを忘れがち。おもろい。よくあること。
走ってるね。忘れがち。この国のホッケの数が減るわね。正論。確かに。そうね、確信。それはそう。プリッキュアプリッキュア着信音。恥ずかしい。大学生活終わった。冷ややかな目。周りの目が痛い。風邪ですねー。本当に？いや、そこまでしといて。気づくの遅い。腹開けてんじゃねえか。学徒を騙せた。やるやん。そりゃ嬉しいわ。だいご。どんだけ技術高いんだ。エトに一つ空きができた。一年？必死だな。お前ら関係ねえよ。これは新しい。動物病院送りにしたろか。いい表情。こわ。マジで相手がビビるやつ。言ってる。へぇ、ここに繋がってるんだ。入り口どこ？何事？どうやって？へぇじゃないわ。パパー、どうしたの？イワーク化して。増えた。イワーク。似てるかも。完全にたけし。割と強めに打った。いてて。強い。そして好みが笑いである。ドジっ子かわいい。ギャー。乙姫がやばい。公衆便所からこの音はやばい。腹痛い。ビビるわ。恐ろしいな。金なら返さん。最悪かよ。この顔である。脱税王さすが。US 案。死ねた。かわいすぎてつらい。おやすみ。画像ですでにボケ成立。掛け布団生臭そう。ああ、お腹すいた。モス行こうっと。転がれる。トラウマ。こわ。お嬢ちゃん逃げろ。あかん。脳内再生余裕。一体何の祭りなんだ。だ、大好き。ほんまにあかんやつ。だ。いきっく。引き出しネタでありそう。田中。これ番組内にあっても違和感ない。ででん。雪遊びに飽きた犬。だがこの子は柴犬。飽きた犬でないのか。かわいい。ああ、いい気持ち。エビバディセイ、ホウオウ。何やってんだホウオウ。ホウコウ。実際に行ってみえる。不謹慎。し。貸したいようだな、おい。地味にはロタ。おっさんかよ。言われてみれば。子供の頃読んだわ。時すでにおっし。ああ。画像で増えた。こういうボケダイスシッシだけに。米がいいねっしだけに。冬のケンタマ。リアルすぎる。男しかわからんやつだな。なるなる。不覚にも笑ってしまう。妹の記憶、兄の記憶。やべえ増えた。兄。わろた。色変えただけでこんな怖いとは。ケンナオコにピーカラー。似すぎ。こんなん笑うわ。ごめんなさい、声出して笑った。反則だろ。兄より優れた妹など必要ない。何があった？死神ドライダーク。ジャギーモン。え？うるせえ、後期高齢者ぶつけるぞ。どさ。ニートと高齢者はやばい。どういう？めっちゃ面白い。ミュウツー今。花火見てるから邪魔。どいてくれ。花火会。確かに邪魔。発想が豊かすぎ。ジジイ、画面後ろ。将来が不安だな。孫もだろ。ジジイ呼ばわりで草。逆走してる？自転車。伸びてんな。なるほど。芯中だけ長いからな。こんな発想力が欲しい。グレープフルーツならあります。妥協すな。そうだね。なんでグレープフルーツなんだ。だからなんだ。門限あり。お題よ。やりおる。もうネタが面白い。このお題よく覚えてる。放送当時超増えた。障子張り替えたって聞いたけどマジ？お前ら今日飯抜きな。マジ？ああ。やってまったな。お前の犬かこの糞は。いいえ、私です。冷静に言うな。なおさらやないか。いやだ。草。昼休憩に入った猫カフェの社員たち。かわいい。尻尾立ててくる。なごむ。最高。あれ？割と健康だった。おい。何はロトンねん。親知らずじゃね。あれ？じゃねえよ。弓を忘れてやることがない。確かにないな。なんかセンスがシュール。せめて反省して。帰れ。春やな。なんか好きだわ。せやな。でへーとか言ってそう。いいねー、この何の悩みもなさそうなアホ面。1たす1は、3。一瞬で顔がバカっぽく見えてきた。これは、じわじわくる。シンプルで好き。割と、
他人。気まず。あ、どうも、すいませんね。じゃあ何なのお前ら。そこそこの知り合い。85の昼。昼。行く先もわからぬまま。ばあちゃん、運転できるの？荒ぶるババアのポーズ。割と話せる少女リリアーね。お、おう。なんか軽いな。汲み取ってくれるねー。コミュ力高め。喧嘩売るなら。本じゃねえじゃん。脳内再生用意。画像が面白い。安く買って、高く売ります。卒業証書。PDF 形式。今風。JPG でいいよ。扱いづらい。いやー便利ですなー。それでも株は抜けません。株すごいな。大きな株懐かしい。諦めろ。最初の米印がいい。土俵がめちゃくちゃ暑い。そんなことある？真夏の砂浜かよ。あっつ。ここのスタッフはバカかー。 90% が9割だと実感。そのまんまだわ。そうだね。満足そう。勝手に言ってろ。前の車を煽ってください。運転手がんって顔してる。若干目がやべー。アウト。あかん。あいたたた。寝違えちゃった。いやあ。寝違えレベル99。カオス。おかしいやろ。牛ガエル入り。今や帰って高い。鶏肉みたいなもんやで。高値つくわ。嫌です。ドラえもん、のび太の。ここ、空いてますよ。クソワロタ。まさかのカスが。映画化すんな。おい。切られたくせになかなか死なない。ワロタ。これはセンスいい。そしてその表情。上と右下が好き。切られたくせになかなか死なない。ワロタ。これはセンスいい。そしてその表情。上と右下が好き。街の被害額を見た。メガテン。そりゃメガネもぶっ飛ぶわ。そんなん知らんもん。メガテンとはこのこと。デリヘルの送迎。犯罪。デリバリーじゃない。キッザニアで訓練受けたんかな。チェンジで。知らない人がギリギリまで見送りしてくる。もういいからもういいって。コッパ。近い近い。誰だよ。佐賀の。人さらいばあちゃん。了解。本当は怖い少子化対策。本当にありそうでくさ。佐賀はリアル。植木鉢から抜かれてすぐ。これは確かに。めちゃくちゃ笑いました。早く植え替えなきゃね。フォルムがな。あの世行きまーす。もやがあれ。この画像だけで十分笑える。これは久々の終焉。演技でもないよ。こなあ、雪いい。うるせえ。この猿さんは結構なお年と見える。こういうの好き。気持ちよさそうだ。はあはあ。息切れしとんね。後方マスク湿度 90%。マスク取れよ。スーツきついのかな。かっこいい湯加減の確かめ方。熱かったんだ。かっこいいけども。すでにやけどしてるやん。ほんとや。飛び箱 0.2 段に挑む。しっく。全指つき指待ったなし。失敗確定やん。逆にむずいわ。字幕、いいえ。じわじわ来る。適当な字幕だな。嘘でしょとかそんなんだろうな。医薬じゃねえのかよ。うん。じゃねえよ、はいだろ。狂気の塊やべえ。目がいってるぜこいつ。こいつに言われるとムカつくな。はい。なぜかくら寿司の前で会見。場所。本当に謎だな。よく気づいたな。もうくら寿司にしか見えない。水道水じゃねえかよ。なんかかわいい。ごくごく飲んでからの、だな。ふぐふぐ。画像の時点でもうね。猿ゴルファー猿。本物の猿に。小泉公文。一応キャディーいるのね。猿に猿って名前はつかんのよ。うゆゆていちねりかばいろゆりんこふ。すげえ。やばい、つぼった。そもそも何語なの？読める読めるぞ。ハッサンは炎の爪を振りかざした。熱いだす。熱いだす。感想かよ。そうだすか。生ってんべな。吸いすぎるとガンになる。これはもっと広まるべき。うめえ。ガンとガンがかけられてる。そういう画像じゃねえか。眠れねえ、うるせえ。失踪感たないな。っていうかなんで同じベッドに。銀玉にありそう。やばいつぼった。呪いに聞いたよ。深夜アニメリング。ぜひぜひ。いつから放送ですか？これはありそう。呪いに来てください。東京はどうですか？いいえ、とです。
うまいな。北海道でしょう。素晴らしい。しばらく考えてしまった。目的地にぶつかります。じじい、ははは、そうかそうか。さよなら。受けてんじゃねえよ。笑い事とちゃう。誰が写真撮ったんだよ。確かに。急にホラーになった。これはツッコミですね。店員に決まってんだろ。ウサギは寝てても勝てる方法を思いついた。卑怯やん。ウサギちょろいもんだぜ。確かに。亀気づけや。ここでセーブするかい？はい、いいえ。積んだ。ババアからラスボス突入。謎のマッチング。いいえ。逮捕。42歳の疑い。どうでもいいよ。それだけでか？確かに42っぽいな。年齢偽装の容疑。こんなちゃんこ鍋は嫌だ。小さい矢が抜けている。それはまずい。絶対食べたくない。コリコリしてそう。くさ。無課金税は下がっていろ。これ昔言われたことある。差が激しいんですが。いくらかけたんだろうか。くそ。雨の日に外に落ちてるエロ本。まさに。分厚いな。最近見ないな。別にエロ本じゃなくてもよかったろ。はいはい、怖い怖い。好き。大人だ。冷めとるな。面白すぎて3週間経った今でも思い出し笑い。この先バンド解散の恐れあり。見事に別々。方向性の違い。うまい。違いすぎでしょ方向性。お。金払え、以上。結構来るね。これは不意打ちやわ。直球。もう怖くて二取り行けない。初めてエロ本を見る少年。増えた。エロ本が輝いてるぞ。画像が卑怯です。刺激的だったんだろうな。お互い喧嘩したことないから、胸ぐらの掴み方が遠慮がち。これは。笑った。そこっそ。余った方の手の位置。三塁にまだ子供がいるんです。何としてもセーフにしたい。どんな状況よ。グラウンド燃えたの？これは新しい。お前の母ちゃんで。卒業したわ。これは泣くのもわかる。なんつう告白だ。まずいですよ。そや顔も抑える。ああ、そういうのいいから。強い。すべての始まり説。吉田沙織様相変わらずの強さですね。片手で。今日のゲストはおまんじゅうかしら？うるせえ玉ねぎ。めっちゃ楽しそう。仲いいな。面白いや。ウケる。イニシャル G。イニシャルが G ってことか。変な車やな。何気に左ハンドル。事故らんか？大丈夫か？姫様はわしのこの手を働き者の手だと褒めてくださる。実はニート。癒し。ニート G。かわいい。葵くんの懸命の。バタ足もここはプールではない。結構進んでるような。ズザザザ。血出すぎ。バカなのか。あれはうんこですか？ B。いいえ。鏡です。最高。あ。増えてしまったよ。鼻水出た。サドルが熱い原因がわかった。サドル溶けなくてよかったね。そりゃ熱いわ。サドルまで応援するのか。お前かい。怪しい猫なら向こうに行きましたよ。で落ちだろこれ。お前や。怪しい。人間のふりしてやり過ごそうとしてます？昔話に相撲要素を加えてください。小結びコロリン。感心したわ。うまいな。泣ける。負けっぷりがいい。ウルトラ。印鑑売り場。やばい。ダイソーでよく見る光景。絶対ないだろ。名前がマンなのか。一年ぶりの新しい年のカレンダーですね。それはそう。当たり前だろ。安心感半端ない。ほんまに言いそう。ダン。尺芋の上。広大だな。なんやこのドヤ顔。無駄に広い。ほ。もうネタ多かった中、よくボケてくれた。早送り。うわぁ天才だわてかここは飛ばすわ。期待していいんか？ 90 分のうち30分はこんな感じ。安定の。幻探偵恐怖の。低予算。時代か。頑張れ勇者よしひこに続くんだ。当時としては高額な方。テレ東。XL です。名前を書かれた人間は太るとかそういう感じかな。面白そう。君の立ち位置 L じゃないし。何これ。今日のお客様はレッツゴー黒豆さん。レッツゴーはダメだ。勢いで持ってかれた。芸人かよ。一気に一発やかん。500円投入。5時間ぐらい揺れとるんやな。屋上行ってくる。
そんな裏メニューあったのか。500円でこんなにやる気に？医療の力で、はどうにもできません。引っ込め。ドヤ顔。スピリチュアルならどうにかできるかも。なんでそんなに偉そうなんや。物覚えが悪いと言われて一言。初めて言われた。確かにそうや。もう仕方ないわ。重症やな。素晴らしい返し。今年を振り返っていく。会見でありのままだとダメよダメ。うまい。お見事。センス感じるわ。よく思いついたな。その色には、この柄のネクタイもお似合いだと思います。熱血店員。相手びっくりしてるやん。増えた。勢い。ようやく寝かせた赤ちゃんを目覚めさせた男。最悪やんけ。嫁許さねえ。嫌なやつだな。何してくれてんねん。こんな天気予報は嫌だ。再放送。いらない。情報見れねえよ。過去の天気調べるのにはいいかも。何の意味があるんだ。この手触りは犬の踏んだな。踏むとこだったぜ。汚い。見てわかるようになろうか。踏むより汚い。ではいいの？いろはにほへとみたいなこと言ってください。芋味ポテト。つまりポテト。うふ。何の変哲もないただの芋。シュール。アットホームな地獄です。なんか風刺画みたい。左上のやつ溶けてるやんけ。暖かい雰囲気ですよ。楽しそうで何より。ダールーマーさんが転んだ。右下レベチ。これが世界大会か。やっぱプロは違うわ。じいさんが振り返った鬼じゃない？床掃除は終わったかい？赤モップ。赤モップって。もはやいじめ。やっぱりガチャピンは陰湿ですぞ。本性。トマス・アキナスは進学大全を書いたときこう言いました。かけたで。軽い。いいね。シンプル。大阪のおっさんか。富山を楽しむ。富山県民に謝れ。そうだそうだ。ガチ県民だけど否定しません。正解で良いのでは。富山アンチ。すべて家でお答えください。はい。圧倒的矛盾。話を聞け。悪魔の質問じゃないか。はいって言っちゃった。このスレはマロに見張られてます。みんなの癒しになるがいい。現代の皮肉だよな。猫の手も借りたいから。大歓迎だ。欲張りですね。もはやプールじゃないか。大概にせよ。ベランダの浴室は露天風呂感覚でいいね。くだらなすぎて。田中さん。A 型の血入れてるけど何型でしたかね。おう。おう。やばい。ダメじゃねえか。確認してから入れろや。清少納言が言わなそうなこと。春は揚げぽよ。冬はツラタン。確かに言わないな。FGO で嫌がった。投げ子さんで草。いいえ、私はサソリ座の女。わろた。三河さん、頭撫で撫でさせてください。歯に詰まって、取れねえ。なんつうかを。ご。ジラと戦いたい。泣くな泣くな。ゴジラ逃げるんだ、勝てるわけがない。それで泣くの？泣いてまでやりたいとは。プロ。グラミング入門。結局最後は力技だからな。違うと思う。講師は天竜源一郎。タイトルと絵面が一致しとらん。昼は使わないので立てかけておく。微妙に自立できないのかな。闇が深い。オリエント紅葉。寝かせると場所取るからね。誕生日パーティーに春日しか来てくれなかった。春日に失礼だろう。これは悲しい。めっちゃいいやつじゃん。そこはありがとうだろ。カジノ三原則、お菓子。おう、カジヤ、シャメシャメ。おいこら。いるいる。うまい。ヤジ馬の三原則やないかい。水前時期横の2。どと歩けない体にしてやろうか。怖い。笑顔で言うな。うまいな。ピンクの感じとのギャップがたまらない。弁護士、異議あり、裁判長。うるせえ、弁護士。意味が通らねえ。すげえ理不尽だ。シンプルで好き。まさかの弾圧。ハゲの意外なメリット。もうハゲない。俺これめちゃくちゃ好きだわ。全問答見てー。ポジティブ。失うものは何もない、無敵の人。食パンマンが池に転落。それ池食パンマン。ドキンちゃん号泣だな。かん。ピラニア並み。首なし死体が浮かんでくるわけか。私もこの暖かい部屋に入ってもよろしいでしょうか？入ってきてー。うむ、入るよろし。おいで。かわいいからやめなさい。すぐに救急車をお願いします。ガチの通報初めてです。興奮してます。焦ってる。興奮。
知らんわ。早くしろー。ランドセルが見つからない。60年後目、メガネが。それじゃあ今日は学校休むしかないやろう。東大元暮らし。どこにあるんだ。お疲れですか？記者へ？あ、はい。謎の手慣れてる感。猫が喋るわけ。猫様だな。なんかツボ、かわいい。前の車からアイスの蓋が飛んできた。しかも左右しっかりと連結している。みぞれ。フロントガラス仕事しろ。サイズ感がぽい。今から俺らと遊ばない？マジ？俺でいいの？ほもー。じゃあこの女の人は通行人か。てめえじゃねえ。挟んで会話すんな。今時女子がよく言う言葉、マジマンジ、インスタ映え。伊藤かし。なんておしとやかな。今時？流行のループ。わろし？OS1 を飲む前のところジョージ。取り扱い注意。ガリガリやないか。ところさんの体の9割は水なのか。干からびてるんかい。閲覧注意、生首は消してあります。打ち取ったり。握りつぶしてて草。もうレスリングじゃねえよ。これが霊長類最強か。非常に申し上げにくいんですが。ここに鳥ですよ。パジャマになんな。え？じゃあなんで医者がいるんだよ。ニトリも医者を雇用する時代か。正解者に景品を出すようになってから当てさせる気がない。無茶すぎるっぴ。これは無理だ。お大事で。原型ねえじゃねえか。俺は聖帝サウザー。何度も何度も言わせるんじゃない。増えた。ごめんね。なかなか名前覚えてもらえんのやね。久しぶりに大笑いした。リバウンドウー。左下の決め顔が最高。画像もボケも見事。うまい。この人こんな金かけないコスプレ専門にやってて面白いぞ。逆に俺が天気当てたら面白いと思うの？まさかの逆ギレ。開き直るな。誰も面白さ求めてねえよ。本当に言いそう。さ、がしています。本物の魚になっちゃった。案外マリンパークあたりに。行方不明か？海は広いからな。見つかるかな。行きたい、ロビン会。このぬるいツッコミが癖になる。好き。行きたいと言え、行きたい、真面目に言え。200円でご提供いたします。あたたたたためめめめめまままままますすすすかか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 。狂気を感じるわ。同時。怖えよ。店員多すぎない？おん、みーの若い頃だなー。にゃんちゅうの発想はなかった。おん。種類変わっとるがな。頭の中でにゃんちゅうの声で再生されたわ。てめえ、今、打足って言ったろ。言い過ぎだよな。え、へえ。気にしてたんだね。動いてる姿はすげえ怖くてかっこいいんだが。どうせネットで売るんだろ？ひねくれんな。そんなことしないよ。違うよ、おじさんの若い手がいないよ。いいか、100万ドルからオークションだぞ。頑張りますではなく、お前がやれと言える人間になれ。すごい偉そうやな。なんかいや。お前もな。仕事する上で割と真理なのくさ。自宅を利用する際の嫁との約束。金だけ納めに来いと。微動だにしないこと。ダメだこれ。宿泊飲食もダメなのか。読み。竜宮詰め。よく考えましたね。天皇おぎりでも出てきそうな回答。まあそんな状態のことをひしめくというのよな。もうたくさんだ。兄と父といとこと仕事。右下は手を出さないと思う。どれも怪しい感じがするのは俺だけか？仕事。冗談の方が闇が深そう。ドラえもんの道具の今までにない斬新な使い方。売る。売るな。スペアポケット欲しい。レンタルにした方がいいんじゃね。100点の回答。とにかく、うるさい野々村、安心してください、泣いてますよ。座布団1枚。安心って。やかましいわ。平常運転だな。はぁはぁ 42.195 メートルまであと少しね。キロが抜けてますね。メートルかよ。一瞬理解に時間かかった。おっそ。子供に買いに行かせてはいけないもの、お酒、タバコ。旬。大人もダメです。売ってもいけないけどな。先起こされた。回春。ビーフジャーキー？さあ、あっちに歩いて行きましたけど。目がめっちゃ泳いでる。これは言ってますな。いい顔だ。君だね。キャリーとジェシカを配合してエディを生成しますか？はい、いいえ。一気におじさんに。怖い。いえいえで。なぜこうなった？今日は勤労感謝の日だね。
56番作業中は死亡慎め。無所。強制勤労。それ勤労とは言わんだろう。服役中。AI にやらせた方がいいもの。政治と報道。そうだね。ディストピアになりそう。共感するが、笑えない。AI には人の心はないよ。ハゲは罪ですか？いいえ、罪です。また髪の話してる。積んでないぞ。イケメン坊主目指せば、ワンチャンあるから。AGA。ハゲてるにもかかわらず近所散歩、周辺住民を不安にさせた疑い。不憫すぎる。かわいそう。ひでえ。いいじゃん別に。前世にこいつにやられたのを思い出した。人間に転生したなら大出世だな。前世爺かよ。よく覚えてたな。ここ一週間で最高。おじさんなんでそんなダサい格好してるの？おーん。雑こらわろた。これこそちょっと待てなんだお前。お題でこさ。これは卑怯。さっきからこいつのせいで娘にピントが合わない。何のダンスだよ。今日の主役はこいつやな。もうこいつを娘にするしか。じわじわ来る。逆境？それ。なんて読むんだよ。47も言葉いらねえな。読めないんかい。強すぎて参考にならねえ。俺の辞書にないってことか。でも君たち非課税やんけ。え？そうなの？投票なんだから許してやって。鋭いツッコミ。コンビニで消費税払ってるから。六男、東馬くん、次女、ミルキちゃん、三女。赤ちゃん。ある意味普遍的。強そう。そこまでやって適当。子供かわいそす。国会議事堂の有効な使い方。ゴジラの撮影。内閣総辞職ビーム放射。ぶっ壊して完成。確かに。壊される前提かよ。名言やタイトルに紙を加えて面白くしてみてください。金髪太郎。太郎なのに金髪。迷惑系ぽい。じゃらい。見てみたいかも。N700 系が、増える。駅を飛ばしていく。増える。これはアウトやろ。なかなか電車に見えなかった。とりあえず、肌色は、ダメだな。あ。キラ？アキラなのね、私よ、私ヒロシよ。複雑やな。どっちも性転換とはやるな。嬉しそうで何よりです。随分変わったな。俺も混ぜてくれ。ミックスジュースで余ったイチゴが話しかけてきた。かわいい。上に乗せるんだ。あと緑と紫もいるぞ。イチゴはお高いから。叩いて守ってじゃんけんポンが本格的すぎる。ピコピコハンマーが怖いんやな。叩いてかぶってじゃないのか。それでチョキ出せる？やってみたい。スピーカー、マイク。マイクからも音出てねえか？入力と出力が離れてるタイプ。マイク元気そうでよかった。スポって取れるんだよね、ふかふかのとこ。京都府民 VS 滋賀県民。右が京都では？タヌキの目が瞳孔開ききってて怖い。大体合ってる。お、湖沈めんぞ。お。怪物、そこの派手な色のやつから殴る。誰？誰？ブルーとブラックは心配ないな。いや全員で戦えや。顔見合わせてるな。はい。娘メンタルすごすぎだろ。娘にレフェリーさせてどうするんじゃ。普段から子供と仲良くしておいた方が勝者やな。そのままプロレスごっこするの？あなたが免許を返納した理由を教えてください。ほら、あれだ。返納して正解。くっそわろた。判断は正しい。リアルだな。さが。理由く生え際は。いや、自分が前進したんやで。少し明かりて、紫だちたる髪の細くたなびきたる。切ない。目立つよな頭下げると。誰か手を貸してください。すいません、手を貸してもらっていいですか？そんなご無体な。その人じゃない。お前ら何しに来た？誰かれ構わずだな。こいつ腹減ると金本智明みたいになるんだよ。変わりすぎバク。スニッカーズ。その発想はなかった。元は誰だったんだろう斉藤明日香？みんな注目。こいつの好きな人は憎みの、おいマジやめろって。よく男子やるよね。もうそれにしか見えない。あるある。走り方はロス。最強の敵、現る。だから、熱いなし。こいつ目の焦点が合ってない。敵は塩じゃなくてなし竜か。ふなっしーが。ふなっしーのしぶとさ。18歳以上ですか？はい。きっとあれだよ、漢字が読めなかったんだよ。そして少年は大人になった。親に怒られそう。俺か。ご職業は？5人揃ったら言えます。
あとは追加戦士もな。一人じゃただのコスプレ親父だもんな。そんな縛りがあったとは。最近は5人で渡らんのじゃ。地球上で最も危険な場所へ、ロサイト。地球上で最も危険な場所。まあ、確かに危険。久しぶりに声出して笑った。架空請求。仮病で学校を休んだ昼頃に押し寄せる後悔。わかる、こんな感じになるよね。共感しすぎてやばい。脳内に渦巻くあれな。みんないい子だな。なんでこのタイミングでバリウムなんですか。んなもん飲ますな。まあまあぐっとやってくださいよ。グラスに入れてるし意地悪すぎ。あ、ゲップしたらもういっぱいね。息子の部屋にポスターが貼ってあるが相撲が本当に趣味なのか不安だ。ああ。心配だな。こんなショットばっかじゃな。そっちの意味での趣味か。どいつもこいつも俺の誕生日にエロいことばっかりしやがって。ごめんなさい。そうだそうだ。そら怒る。言葉も面白いけど絵の力が強すぎる。タイトルや名言の一部を気に変えて面白くしてみてください。13日の木曜日。ただの平日。オフの日。平和そう。先はまだ投げ？後で主人が払いに来ると言ってるだろう。何？この猫みたいな動物？そもそも猫お金持ってないでしょ？さすがに丸すぎ。食い逃げすんな。童話に一言足してややこしくしてください。3割引きの小豚。昨日スーパーにあったな。それはもう商品です。残酷やな。売れ残りなんですかね。ケンジ、昨日ボケての調子がおかしかったんだ。マサエ。おじいちゃんをそんな風に呼んではいけません。じいちゃん。こら。あかん。物扱い。全くエロくない言葉を3つ以上並べて、エロくしてください。セックスしたい。いやーお見事。なるほどな。声に出して呼んじゃったぜん。天才か。日本語で言ってた悪口を全部理解してた。とんでもね。悪口を言う時の顔で、感づくらしい。多分前々から言われたから調べたのかな。スタッフ、お醤今収入はいかがですか？儲けはありません。お後がよろしいようで。でも儲かってそうな顔。焦点。こういうクラシックな大喜利でいいんだよ。というわけで、明日からスティーブのおジョブズさ。無職になっちゃった。実際に一度リンゴ社を追い出されてるし。働いたらもういけるやで。ただの失業者やんけ。パラシュートの不具合で亡くなった兄。片身のパラシュートを背負って今。ダイビング。やめておけ。優しい。あかんな。ひらかんだろうが。骨折が折れた。みたいなこと言ってください。修造さんが熱い。面白い。修造同士。意味は物理的に熱い。同義かよ。これは上がる。税金で半分は取られるだろう。申告するんかい。強盗だよ。そもそも、奪ったものなので没収です。むしろ犬の荷車引っ張り具合が地味に恐怖。子供。ホームラン打ったら手術受けるよ、選手。おう、頑張って打てよ。そういうことちゃうねん。お前が打つんだよ。元気じゃねえか。何しに来た。遠回しにお前口臭いぞと伝えてください。今日も暑いなぁ、お前もファブリーズ飲む？声出して笑った。お前もかよ。お前も臭いのかよ。うまいぜ。やっと終わったよと思うもの。クリスマス。そして年末年始の準備が始まる。ふぅ。プレゼント代次はお年玉か。俺は一人身だけど好きだぞ、クリスマス。どう考えてもおかしい理論。大事なことなので一度しか言いません。他の誰かに聞かれたくないのでは？これを最初に言い出したやつおかしい。確かに。ほんとだね。猫の手っつうのは本来忙しい時に貸すもんなんだがね。ふ、時代がこうさせちまったのかね、あらよっと。かっこいい。イケメンだな。あらよっと。かっけー。学校も行かないで何してるの、うっせぇババア。普段見落としがちな冊子の掃除してんだよ。優等生。偉いじゃん。じわじわ来る。学校行けよ。お嬢様系ジョイ、ご臨終ですわ。じいや、燃やして差し上げて。じいや、時計を。関西人おっちゃん、ご臨終ですわ。かしこまりました。ですわね。そうだよ、僕がキラだよ。顔が、うるさくない。だと脳内再生余裕。田中の声で再生されるとやばい。すげえナチュラルに笑ってしまった。タイトルや歌詞やセリフをギャンブラーっぽくしてね。ざわわざわわざわわ。広いサトウキビ畑は、いつの間にか地下帝国に、素材の味が生きている。
発想の勝利。誰だいたずらでボーリングの球置いたやつは足プランプランになったやないか。余裕あるじゃねえか。やっべえぞ。ガータガータでスペアはない。岸和田少年グレン隊。ガーディー、子犬ポケモン、人懐っこい性格だが、ハゲに対しては激しく吠える。知ってわら。ハゲなら仕方ない。不別ポケモン。ハゲだけに激しく。小池屋との契約が切られた腹いせに三角形の秘密を教えて回る。懐かしい。知りたい。地味に気になるな。お教えしますよ。いかがすか？便器の底になんか変なのがいたが気にせず用を足す。こんな時でもかっこいい状太郎。不良のうまる子座り。棒でついてひるませてからすれば OK。ボブ。今日退職する課長は無敵。だが即日懲戒免職。おい部長、肩もめよ。最低だ。うちのことは気にしなくてもいいだろうけど、刑法的にアウツ。松崎しげる、黒の表記が見づらい。文字も持ち手も黒で書かれてるのか。黒いサイリウムであったんだな。名前さえも黒。いつからしげるがメンバーに。どうでもいいけどすごい雑学。燃料は英語だと増えるだが使うと減る。ガチでどうでもいい。増える。当たり前体操。デイブ・スペクターが言いそうなギャグだな。主人公の名前をお笑い公演 P に決定してよろしいですか？はい、いいえ。確かにそう見える。アイドルものなのかな？嫌すぎる。どんな名前だ？おもてなしよりインパクトのある、で区切った言葉を考えてください。おもてなし。文句のつけようがない。この天の逆目。このボケ神だわわら。そうきたかわら。ボケましておめでとうございます。ボケおめ星よろ。まさにボケてみんの鏡だわ。このくらいの勢いがちょうどいいね。新年早々いいボケを見た。初い。数字を10倍して強欲にしてください。レイヤーの素晴らしい愛を猛獣度。消費税 100%。日本終わり。シャレになってない。税収爆増。岸田へ。こんなプーさん、見たくなかった。プー。目の下のクマさん。ブラックなんだ。朝か今日も蜂蜜決めてから撮影するか。ゆっくり休んでくれ。蜂蜜レモン。99% の人がついたことのある嘘。18歳以上ですか？はい、いいえ。はい。いや 100% だな。通過儀礼です。そして悲劇が。よし、リザードン。あいつに向かって火炎放射。熱い脂肪で半減ですぞ。くそ。逆によく燃えそうだけど。避けながら。こいつ最強かよ。自分が今までやってきてすごいと思ったこと。ボケて初日で殿堂入り達成。そういうのなかなかないよな。おめでとうございます。こういうボケが伸びるのか。羨ましい。あまり残したくない。もっと声張れよ。あまり残したくない。うるせえよ。お前が一番うるせえ。実際の映像見てみたい。これ好き。もっと文字を中ぐらいの薄さに。木下ゆきな、ゆっきーな。竹取おきな、おっきーな。むっちゃじわる。おっきーな意味深。竹取物語を勉強した時大体流行ってるよね。途端にカジュアル。無事に免許返納を済ませたから、安心して帰宅しよう。アウト。ボケてる人ならやりかねない。長い間運転業務お疲れ様でした。おまわりさんこっちです。おじいさんの悩み、物忘れがひどい、年金が少ない。物忘れがひどい。早速物忘れが出とる。わしみたいじゃ。無限ループって怖くね。かなりひどいな。お父さんの頭から私のシャンプーの香りがする。ハゲでもシャンプーを使うんだ。娘にとって、絶対に嫌なパターン。まあ嫌だよね。結構かわいそうになってきた。水に濡れると溶ける傘のセールスマンになってください。勝手に傘持っていくバカに一泡吹かせられますよ。買った。天才。欲しくなった。リアルにいいね。おっしの世界旅行。国産と偽って外国産ばかり使ってタッシアが全力で開き直った。それなら許せる。すがすがしいわ。これ持ってる。爆笑した。うるせえ。増えた。頭へこんだじゃねえか。どうしてくれんだ。確か本当は自然の叫びの凄さに耳を塞いでるんだっけ。この人は勘違いでしばかれたのか。かわいそうに。究極の緊張のほぐし方。お見またいと弓長。よく思いつくな。そういうことか。最初、気づかなかった。すごいボケだ。ようほぐれとるわい。
ママ、ポケモン買ってくれた？ごめん、ポケモンと間違えて。過去問買ってきちゃった、てへ。過去問。くっそわろた。わざとだろ。確信犯。エヴァンゲリオンの主人公が吉田沙織だった時にありがちなこと。人逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ。人の方がかよ。そっちが4回。人かわいい。最近1話ロタ。ミミズに9が使われてるって本当ですか？マック。いいえ、5回です。うまい。どっちにしろ関係動物。5回ってミミズみたいな釣りの餌。誰がうまいこと言えと。赤いキツネと緑のタヌキと、もう一つあったと思ったけど何でしたっけ？青いウサギ。また懐かしい歌を。懐かしい。アラフォーしか星をさんぞ。早く温めてほしい。みんな、今欲しいものとかある？俺、PS4、私 iPod、たかし。ゆり。え、あたし？たかし大胆やなわら。突然の告白。かっけえ。お待たせしました。昔話定食です。昔話の撮影時だけ見栄を張ってたんやろう。CV 市原悦子。ただのデカ盛りの店じゃん。水木しげるの絵もこんな感じ。軽トラ、パンチラ、脇毛処理、サシスセソノラ。ドはドーナツのド、デワラはサシスセソノラ。脇毛処理。このコーナー好きだった。ご長寿シリーズは卑怯すぎる。俺の会社ブラックなんだよな。色があるだけいいじゃないか。お前は無職ってか。うま。そもそも教会で何話してんのこいつら。農場部です。これは殿堂入りだな。連続ドラマ、僕は扇風機、第1話。僕の前は宇宙人だらけ。最終は発火、その後。よくやるよね。しかもなんか顔が近い。わーれーわーれーわー。怖いよ、会えて嬉しい、イライラするぜ。うふうふ、集中モード。クリリンのことか。スーパーサイヤ人。言ってる。なんかそれっぽい。声出してった。人畜無害そうな顔をしているが数えきれないほどの。アリを潰している。何それ興奮する。な、なんて罪人。多分人間みんなそうじゃねえかな。わざとだったら、やっぱり。漢字を使ってかわいそうなドキュンネームを作ってくださいよ、みがなも。エルサ。エルサはマジで出そう。いそうだから困る。読み仮名なしだとどうなるんだろうな。夜中に増えたはやめれ。動物の名前に植物の名前を付け足して美味しそうな感じにしてください。豚バラ。絶対うまい。意味深すぎる。バラって BL のこと？細切れをバラみたいに並べるんだな。名言から一文字抜いて台無しにして。真実は芋一つ。一文字って大事ですね。やばい、爆笑してしまった。万事解決やな。この芋が事件を解く鍵なんだ。先生、私、13歳くらいの女の子しか興味ないんです。なんかの病気でしょうか？風邪です。キモすぎ。先生。看護師の顔。焦点合ってねえぞ。エビワラー、パンチポケモン、何にもしてないようでも見えないスピードで。夏休みは終わるから気をつけろ。エビワラー関係ねえ。はい、気をつけます。課題が。ありがたい。買ったばかりのドラクエ3、中2、高校生3人に。クリアされる。エンドロールで泣いただろうな。最速カンスト。とんでもない不良どもだな。それはそれで嫌だ。わしは本当に強いぞそれでもやるか？はい、いいえ。今はヘラヘラしてるけどやったら超強いパターンだ。裏ボスか。強いぞこれは。龍が如くの小牧のじいさんみたいだな。龍がのタイトルを直訳したらダサい。サイレントヒル、静岡。ヒルは丘の方だろ。これは気がつかなかった。出身聞かれたらこうよ。なんか直訳したら急にほっこりになったぞ。生まれたのに全然泣かないので心配してたら、高倉健張りにぐっと涙をこらえてた。不器用な新生児。自分、不器用ですから。わろた。将来が楽しみ。武装グループと治安部隊が銃撃戦、人質がいる模様。ジェスチャー当てゲームで難解なお題が出た。銃撃戦のところまでは来たんだな。わろた。絶対わかんねえ。漫画アニメのタイトルの一部を芋けんぴに変えてファンを怒らせてください。グロ芋けんぴん。もっと伸びるべき。いやいや、そんなタイトル。なんか打ち切りになりそう。リズムが完全に一致。甘くて美味しいのに、視界に入れただけで命を落としてしまうものなんだ？みたらし団子。上手すぎだろ。みたらしん団子。
正解や。和菓子屋で死者が続出。自分がすぐ思い出せるような2、3パターンの中で回している。嫁で立たない時はどうしている？あるある。確かに困る。誰も傷つけないし。回すな回すな。墨汁？いいえ、倒してませんよ、はい。顔にほくろついてるよ。っていうか君、昨日まで白猫じゃなかったかい？動かぬ証拠。口にあんこついてるパターンのやつ。かわいい。会議用弁当がちらっと見えた瞬間に拍手してしまい、慌てて、非常に良い意見ですね山下さんとごまかす。拍手。唐揚げ大盛り。山下すげえ。山下、まだ途中です。ゆるさん。あれ、あの子ゆりさんだったっけ？いや、絶対にゆるさん。こらこら、女性の名前は覚えておこうよ。つぼった。その発想はなかったわ。いや、ゆるさんは違うだろ。ルカリオ、波動ポケモン、波動を操ることはもちろん。できないけれど、芋キャッチする。芋はキャッチできるぞ。2回よな。お芋美味しいもんね。めっちゃおもろい。芋。ごめんなさい。私、商店に出てる落語家さんしか知らなくて。17年出てます。これめっちゃ好きだわ。人ではなく色で覚えていた。安定の鉄子。わろた。本当にいそうな虫ランキング、3位、いけたら行くで、2位、ごま油虫、1位、既読虫。絶対いる。インスタ映えもお願いします。いろいろ害がある。虫だったのか。左手からコーンポタージュ、右手からミネストローネが出るスープバー、人間の悩みとは？止まらない。スープバーさんの水分がなくなっちゃう。あばばばばジョバジョバジョバ。シンプルにかわいそう。せやな。一つ嘘をついたら寿命が1日縮む呪いを受けてから2日目のクロちゃん。もうシロちゃんやん。寿命尽きてないのが不思議。どんだけ嘘ついたんだよ大草原。1日で老化しすぎて草。ご注文をどうぞ。トマトスパゲッティ、シーフードスパゲッティ、タラコスパゲッティ、鶏皿一つ。たかる気満々。そんな友達欲しいな。賢すぎ惚れた。リアルにいるから困る。お。しついて呼んでください。男子手洗いが満員の際は、隣の女子手洗いを適当にご利用ください。適当に？女子が混むのはわかるけどな。これが落ち着いてられますか？ざわざわ。あなたのボケの中で自信があったのに星がつかなかったボケを教えてください。見に行きます。島村のボケかな？どの島村だ？好きだねー。すべてはここから始まった。どれだよ？減少戦士ダイエットマンの敵キャラを教えてください。怠惰の魔人明日から。ネーミングセンスかっけー。ラスボスかも。四天王クラスの敵やないか。敵幹部には暴飲と暴食の兄弟がいる。ミュウツー、遺伝子ポケモン。一人の科学者が何年も恐ろしい遺伝子研究を続けた結果。わらわらわら、画像あり。さすがに草。すれたいで草。斬新。すれたてとる。もう俺はダメだ。鉄子菌が成長してる。あと半年もすれば部屋送りさ。部屋送りとはなんぞ。長生きはできるな。部屋。あ、あの曲が聞こえる。ルルル、ルルル、ルルル。番組名から一文字消して視聴率を下げてください。ニュースエロー。視聴率は爆上げだろ。気まずいからゴールデンタイムはやめてね。瞬間視聴率40を超えるお化け番組に。下がる要素ゼロー。サッカーしようぜ。サッカーってどんな遊び？弾を蹴る遊びさ。この直後少年を悲劇が襲う。あまりにも無防備。あ。逃げろ少年。定番だがだからこそ面白い。道端に落ちてるエッチボン。かっこいいセリフを言って拾ってください。レディオこんなところに置き去りにはできないな。紳士だかなんだか。草。最後まで面倒見てやってな。かっけー。お母さん、いちごパフェも頼んでいい？ダメよ、いくつになったと思ってるの？そうだよ父さん。父かわいい。別に大人が食ってもいいじゃん。そっちか。そのくらい許してあげて。あなたの一番自信のあるボケを教えてください。評価順6番目の校長と教頭のリコーダーネタは笑わせる確信があります。評価順上がった。見てみるわ。これが一番。するくね。富士山で鷹に襲われ、ナスを投げて撃退する夢を見た。めでたいのかめでたくないのかよくわからない。伝説になりそうな夢。まあ、初夢にちょうどいいもの見れたということで。盛りすぎでは。
この辺を銃弾がかすめていったとドヤ顔で言ってくるけど多分もうちょい上。この辺ではある定期。銃弾かどうかも怪しいぞ。かすめたこと自体が問題だよ。指摘した瞬間恥ずかしくなるやつ。これぞ最高傑作、超濃厚俺のミルクキャンデー。1973年の50年ものを使用しております。熟成しすぎ。太郎俺と年近いかも。ミルク半世紀。普通にいや。クソジジイめ、桃から人が生まれるわけないじゃろがい。わしと隣の松之助さんとの子じゃわい。松之助さん。この年で赤ちゃん産めるんか？いいセンスだ。高齢出産にも程がある。今の状況は？大騒ぎになっている。中学校の校門前にエロ本置いてみた。やらしい雰囲気にしてきたんか。冷静に状況確認してるのくさ。男子は大歓喜だな。思春期真っ盛り。プロゴルファー石川遼選手も受講中。英語圏に生まれるだけで英語は身につく。石川遼選手に何させてんだよ。当たり前だよな。受講とは一体。何を受講するのか気になる。は、半分でいい、ひ、人並みでいい、ふ、普通でいい、へ、平凡でいい、ほ。星は二つでいい。三つあげます。おまけ、一つ追加してやるよ。誰がやるもんか。謙虚なのか。クリスマスイブに恋人がいなければ、友達と過ごせばいいじゃない。あ、ごめんなさい。マリー・アントワネット。泣ける。革命不可避。察するな察するな。今すぐギロチンにかけろ。サラリーマン。幻と言われた有給休暇の存在を証明した考古学者。ブラック企業なんだろうな。制度があるっていう噂は聞いた。そんな偉大な人だったんですね。消化の実演も頼む。声をかけたら家内じゃなくてクッパでなっていう話を家内にしたらやっぱりクッパでな。とりあえず、家内ってデイジーだよね。出先で吹いたわ。結婚してたんかい。結局お前の家内はクッパじゃないか。嫌いなものがあったら言えよ。俺が全部食ってやるから。って言ってたジェームズに書くと答えた。これが格の違いか。ジェームズ、いいやつだったよ。ジェームズ。勇敢なジェームズに拍手。新種のウイルスか目覚めたらゴリラになっていた人続出そんなことあるわけないやろ。元から毛深い人間だったのね。最後の一文で吹いた。そんなことあるんだよな。まず鏡を見てみよう。トイレで困った話をしてください。髪がない以外で。ノックしたらどうぞと帰ってきた。シェア WC の時代。清掃終了。中にいたら、ノックされた回数、勢いでやり返す。それは困るな。心霊スポットでしてはいけないことベスト3。3位、面白半分で行く。2位、クラクションを3回鳴らす。1位。核実験。わろた。除霊。場所関係ねえ。どこでもダメだ。アメリカに移住する日本人の動機、実力社会だから、働きやすいから。衣食住が整っている。嫌なことがあれば乱射で。うまいだからやめておけ。ほんまや。二つ目と矛盾してますぜ。転校した学校で早速いじめを受けたが思ってたのとなんか違う。これは歓迎されていると見た。俺の学校で起きるいじめがこんなに可愛いわけがない。うまくやっていけそうじゃん。ジュッフ、お主も仲間ですぞ。これはペンですか？いいえ、違います。しかし、私はいい病院を知っています。どういうこっちゃ？こういう例文本当にあるから怖い。日常生活でまず言わないセリフだよな。陣内のネタ思い出したわ。ねえ、どうして、すごくすごく好きなこと、ただ伝えたいだけなのに、ルルルルルル。教えてもらった番号にかけたのに違う人が出ちゃうんだろう。出ちゃう。騙された。あるある。これ好き。こっそり書いた起床時の嫁がうっかり対象を取ったため余命が残り24時間を切った。ふざけて賞に応募するからこんなことに。謝っとけ謝っとけ。うっかりさんだな。せめて題名を変えておけば。コメ欄に一番多くやだよ、と書かれたユーザーが優勝。あれ、あれなんだっけ？ほら、弓使って飛ばすやつや。やだよ。やだろ。大阪人は嫌やで。人見知り俺やだよ。体力が70に下がった。サッカー部になってしまった。野球センスが悪くなってしまった。本末転倒。まんざらでもなさそう。サッカーセンスが良くなることを祈る。サッカー部も体力使いそうだけどね。こんなメイド喫茶は嫌だ。キャストがおばあちゃん。
ぼったくり。ケチャップの文字が明朝体。いや、その技術を見に行きたいから嫌ではない。しかも MS 明朝。教科書体希望。大江戸鑑定流も破壊力ありそう。田中さんは分速50メートルで、佐藤さんは分速60メートルで公園の池の周りを回り続けています。暇なんですか？暇です。回り続ける。わろた。テンピート二大巨頭くらいの謎。下校中。サンバのリズムに乗った小学生が車に衝突される事故に遭遇。乗りすぎたか。小学生も道端で何しとん。想像して増えた。乗るから連想するワードでサンバのリズムは秀逸。抜けにゃい。バカだにゃあそんなわけ、抜けにゃい。二人とも間抜けにゃ、抜けにゃい。まったく、おじさんが助けてあげ抜けにゃい。素直に可愛い。結論、みんな間抜けだった。逆にどうやって突っ込んだ。使い方が正しい方を丸で囲みなさい。二問目と四問目がわからない。カレーは飲み物だろ、いい加減にしろ。四問目わかんねえどっちもだろ。問題がややこしすぎて頭痛が痛くなってきた。コロコロの付録じゃん。ピーチ、ブルーハワイ、イチゴ、大貞治、レモン、五人揃って、かき氷んじゃー。電車の中で盛大に増えたがな。ちょっと待てブラック。左から見てって王さんで盛大に増えた。よく思いつくな。私は37年間、毎日14時間も練習を積んできて今ようやく天才と呼ばれるようになった。サラッサラーのサラサーテ。コットン60ぐらいか。名前が惜しすぎる。何の勉強をしたんだ。やめれ。2階、文庫、洋書、3階、雑誌、新書、児童書、4階。バカ、煙。好きなんだな。高いところ好きだから集客できるわけか。バカと煙は高いところが好き。そういうことか。よろしく、アキちゃんと翔くん。よろしくドナルド。ねえ、ドナルド。教えてほしいことがあるんですけど。よろしく、アキちゃんと翔くん。会話する気ゼロで草。ドナルド壊れる。永久期間。怖い。クラスの人気者だったイー君が夏休み明けから急に誰からも相手にされなくなった。一体何があった？秋が来た。これ以外の正解ってあるの？今までで一番うまい。座布団3枚。すご尊敬します。ポケットの中にはビスケットが一つ。ポケットを叩くとビスケットは二つ。もう一つ叩くとビスケットは三つ。叩いてみるたび。ウルトラソウル。はい。キュー。歌ってみたらすげえ笑える。脳内再生余裕。クリスマスは誰と過ごす？友達 12%。恋人 19%、家族 31%、うるせえよ 38%。聞くな黙れ小僧。やかましいわ。マジうるせえ。涙拭けよ。前年比 0.1 ポイント低下、高校生。15から18歳率 97.9%。全日制だけやで。割とリアルかもしれない。残りは有年と飛び級か。高校生の制服プレイヤーもカウントされてないか？どうせすぐ辞めるだろうから遠目に取ったバイトが全員戦力に。まあ一人当たりの負担が減ればそやものになる人数も増えるわな。多すぎだろつか、動けや。気持ちはわかる。じわじわ調整するってことを知らんのか？この店長。九州場所では負け越したが、翌日行われた小学生相撲大会では周りが引き止めるのを振り切り飛び入り参加、見事準優勝に輝いた。準優勝かい？トップは？誰に負けたし。これあかん。絶対に解けないクイズを出題してください。はいか家で答えてください。あなたが次に発する言葉は家である。つまりこれは沈黙が正解だな。どっちにしろ家ってことだろ。難問。クイズじゃなくてクエスチョンやないかい。バカの方言一覧。東京バカ、大阪アホ、名古屋たわけ。京都頭よろしおすな。京都にそんな人物はいない。一番バカにしてる。正解は？教えて、今日言葉の達人さん。たわけじゃにゃーで、たわけ。美女にライバルがバラを10本送ったら、君は15本送るかい？バラの本数を数える前に鏡を見なさい。君の負けだ。スティーブ・ジョブズ。やっぱりか。すげえ悪口言われた。きっと。返す言葉もない。こんなバイオハザードは嫌だ。3位、回復がない。2位、武器が素手だけ。1位。ゾンビをやるたびに、ゾンビの過去の楽しかった記憶が流れ出す。嫌だ。やりづれえよ。やる気なくすわ。めちゃ笑った。
わらを何個か付け加えて台無しにしてください。レイ、結婚してください。クリリンのことか。私の戦闘力53万です。父さんにも殴られたことないのに。こんな時どんな顔したら良いかわからないの。笑えばいいと思うよ。欲しいなら捨てろ。彼女が欲しいなら期待を捨てろ。成果が欲しいならこだわりを捨てろ。自信が欲しいなら安心を捨てろ。時間が欲しいなら。スマホを捨てろ。正論すぎる。はい。うちの家訓にいいですか？ごもっとも。ちょっとすいません、ここ通りますよ。とカップルの間に割り込む遊びを繰り返してたら、急に死にたくなった。なんかとてつもなく共感できるし泣きそう。二枚目の顔。そのゲームは我に返ったら負けだぞ。悟った目してるわ。止まっているエレベーターを登ると変な感じがするのは、エスカレーターと間違えてるから。エレベーターどう登るんだ？ワイヤー？エレベーターだとよじ登ることになるが。これ見て変な感じ解消した。変な感じどころかかなりダイハードな感じする。飛び出せ動物の森の対義語引っ込んでろ人間砂漠、みたいな対義語を考えて。おむすびコロリン。サンドイッチ直立不動。綺麗なサンドイッチだね。直立不動はずるいわ。おむすびの対義語がサンドイッチって。語呂悪い。お母さん、俺お母さんとやりたい。エッチ？一人でやりきれるの？真剣ゼミ中学講座保健体育。この年は応募数が例年の100倍だったという。元ネタめっちゃくっちゃ知りたい。エッチ？じゃねえよ。性教育な。犬が人の膝に乗るのはその人が好きだから。でも俺たち猫がお前らの膝に乗るのはあったかいからだ。勘違いするなよ。じゃあなぜ暑い時期にも乗ってくる？んたまらん。ツンデレだな、もう。ツンデレかかわいい。それでもヌコが好き。宿題やったの？やりたくない、めんどくさいし、やんなきゃ先生に怒られるでしょ。家族みんなの血液型を調べるんだって。宿題、絶対やっちゃダメ。うまいな。かわいそす。衝撃の事実。複雑なのね。怪獣風桃太郎。鬼退治、初の仲間。これが、犬、犬、犬、圧倒的犬、到底戦力にはならない、ただの犬。犬ふざけんじゃねえよ。圧倒的犬ってなんだろ。犬ディズりすぎ。バキっぽさもある。ボケて初心者へのアドバイス。私も初心者で一つしかボケてませんが星が1000超えました。運なんでしょうか？いいえ誰でも。だけど僕は、負けないよ。すごいねで、アドバイスは？ボケろボケ。小玉でしょうか？いいえ誰でも。切り札買った、デュエルよりもカレーパンが好き？な、型破りな主人公、いつでもどこでも、デュエルのことといたずらのことばっかり考えている。35歳だぜ。悲しいな。ダメ人間。しっかりしてください。ちゃんとしろよ。あなたが落としたのは金の斧ですか？金の斧ですか？男。いいえ、志望校です。そうですか。悲しい。そうですか。やめろ。女神辛辣で草。正直なあなたには専門学校をあげましょう。会社の女性社員たちが、俺のことをキモい、と陰で噂しているらしい。もしかしてだけど、もしかしてだけど。キースーしてもらいたい農薬なんじゃないの？ポジティブやな。言われたそばから。ある意味すごい思考。本家よりイケてるで。ゴローン、岩石ポケモン、山道をよく転がっている。何転がってんの？マジうざいんだけどといったバリゾーゴンがあろうと一切気にしていない。ゴローン先輩。このドヤ顔腹立つわ。メンタル強すぎわろた。さすが元祖岩タイプ。誹謗中傷をなくすために私たちができること、素晴らしい意見を募集してます。誹謗中傷する奴が立ち直れなくなるまで、バリゾーゴンを浴びせる。永遠ループで草。目には目を。結局何も変わってない。本末転倒。あ、このコンビニのバイト、昼間は学校の先生だな。なんでわかった？今日は6月4日だから64番のタバコネとか決めてくる。勝手に決めてくるところが先生らしい。いいからマイセン売ってくれ。逆に選ばせてくれ。教員がタバコうんな。A 型の人と B 型の人が仲良くなる方法。俺は A 型妻は B 型。うまくやってるぜ。料理や掃除も俺がかなりやるし、犬の散歩やシャンプーも俺だぜ。腹立ってきた。あ、なんかいいな。大変ですね。自分で言ってるやないかい。
和歌山ってどうやって行けばいいんですか？まずは群馬で弓を手に入れないと、門番すら倒せませんよ。あそこに行く気か？群馬人である俺でも吹き飛ばされたのに強く、生きろよ。てか群馬に入る方法教えてくんね。まあ、群馬から生きて帰ってこれたらの話ですがね。ひどい。初めてのキスの味を教えてください。新鮮なキスのお刺身は、ほのかに甘みを感じます。そのまま召し上がるのはもちろん、焼き霜作りや軽く塩を振ってもいけます。か悲しい。実は俺、キスそんなに好きじゃないな。興味するでねー。魚のしか、知らんもんね。水族館でやってはいけないことランキング、3位大声を上げて走り回る、2位水槽に入って泳ぐ、1位。寿司屋を経営する。あるんだよな水族館の近くで。やめー。これはあかん。海外の人が日本人と水族館に行ったら美味しそうと言っていて、とてもクレイジー、と言っているのをなんかで見た。背中合わせでのしゃがみ跳躍、最初はゆっくりと立ったり座ったりする。慣れてきたらその場でしゃがんだ状態で跳躍、さらに飛びながら一周、最後には、完全に一体化。この世の全てを破壊する怪物と化す。笑った。謎。どんな合体だよ。一体化すんな。ホトトギス俳句、織田信長は、泣かぬなら殺してしまえホトトギス。徳川家康は、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギス。じゃあ、さかなクンは？泣かぬなら僕が泣きますギョヨヨヨヨ。本当にさかなクンならこう言いそうだな。あれ泣き声だったんか。脳内再生が容易すぎる。確かにこれしかない。サラリーマン川柳歴第1位、2012年、いい夫婦、今じゃどうでも、いい夫婦、2013年、うちの嫁、後ろ姿は、ふなしい、2014年。ありのまま、姿見せたら、ダメよダメ。うまいじゃん。2012が個人的にツボ。意味がわかってない奴は未成年だな。応募した方がいい。自分のボケに星がつかない言い訳、レベル。1、タイミングが悪かった、レベル。2、いつもは面白いんだよ、レベル99。お前らの見る目がない、つまり俺は悪くないし俺のボケは超面白い、レベル9999強。笑いすぎてボタンが押せないんだな。前向き。そういうことだったのか。その発想力なら星つくだろ。わかるわ、ほんと俺は悪くない。崖ドン。あかんやつや。その通り。船越さん出番です。船越、呼びましたか？玉手箱を受け取った瞬間開けるかね。もう言うな乙姫。道連れ。巻き添え。センスあるな。巻き添え食らった。ベッドとベッドの違いを教えてください。金をかけて夢を見るか、布団をかけて夢を見るか。うまい。良いね。順番が。順番が惜しい。じゃかましいは、髪の声を聞き流した乙女。わろた。聞き流し。じゃかましい。右から左へ。あなた。カビルンルンでしょ。許せないわ。バレたか。バタコさん。許せないわ。カビルンルン。変異株。我が輩。カッカ。ちょっとかわいい。実に秀逸。食事中のスマホはやめなさい。だって。今この株売らないと損するんだよもん。やってる。だよもん。あのな。狙ったのか？関取は仲間を呼んだ。やべえって。クソワロタ。払いたい。野生の相撲取りか。名作を複数組み合わせて名作にしてください。風の谷の崖の上。一体感。ここどこ？ワロタ。結局どこだよ。楽しかった。運動会、運動会。絶対噛まないと決めた修学旅行、修学旅行。やめえ。はい早速。一度馬顔。これはうまい。あ、二カメか。これはうまい。首だけ。うふってなった。シンプルで好き。人気ゲームのタイトルを少し変えて、圧倒的なダサく感を出してください。オカマたちの夜。カオス。声出た。想像つかねえ。ちょっとやってみたいわ。お前カメに負けたって？ひでえ。鬼畜。ブラックだな。ひどくて草。観客を煽って、エビとか、カニとか叫ばせてたら、甲殻類アレルギーの対戦相手がかゆみで繊維喪失した。発想。先制攻撃。めっちゃ面白い。エビカニエビカニほう。鼻がかゆい。余裕やな。そっちかよ。辛い。そっちかい。なしてそんなことすっぺさオラが田舎もんだからっていじめるのなんて呼ぶね。方言。面白い。そわろた。なまりすぎや。気難しくて、
冷淡で、自己中心的なクソ野郎だ。転校生を紹介する前に担任がぐんぐん株を下げてくる。株？これは受ける。入りづれえ。クソ野郎。氷菓子と氷菓子の違い。ガリガリ君か牛島君。うまい。納得。それな。答え出たね。田中から借りた AV が序盤からヤバい匂いしかしない。それな。ヤバいヤバい。もうそれにしか見えない。どんな内容だよ。二人が六、伝説を継ぐもの。いいね。どんなんだよ。伝説を継ぐもの。こんな伝説継ぐな。ヒット殺し、ヒット殺し。わろた。うめえ。手拍子。ノリがヤバい。帰宅部なんですが、なんとしても全国大会に行きたいです。先輩方アドバイスをください。行きたがるのは二遊、本物は帰りたがる。名言やわ。重みがあるわ。すげえ説得力。確かにそうだな。畜生どうなってやがる作戦が筒抜けだこの中に札のない通者がいるとしか思えない。いた。ポリス。泣いて。背中背中。引率のくせに移りたがる先生。わかる。いるいる。これはやばい。ノリノリだなおい。夏の終わりに人の抜け殻を見つけた。ホラーかな？似てる。力尽きたのか。抜け殻意味深。化け物目これでも食らいやがれ。増えた。顔とセリフが。やる気満々の顔である。何してんだバカ野郎。てめえハンドルとか前輪とかいろいろ返しやがれ。わろた。腹筋死んだ。爆笑。自転車だったか。工作大好きおじさん。正解。大体合ってる。ワクワクさん。間違っちゃいない。もしかして自分だけ？って思うあるある。USB に刺すとき一回目失敗して逆にして刺そうとするけど入らず結局一回目の向きが正解だった。ある。これはわかるー。さっきあったわ。めっちゃ共感。パン買ってきてって言ったのよ。パンク化してきてどうするのよ。うるせえ。長生きしやがれババア。いいやつか。最高にいい。すげえ良い。くっそかわいい。って、貸すよ。ありがとう。かわいい。気が当たってる。手を貸してほしい。寝かせねえよ。わろた。やめてやれ。寝かせろよ。寝れなくなってきました。に、逃げろ俺の体が、博士太郎に乗っ取られる前にてってって入れてってってって入れてってって。手遅れ。博士。シュール。乗っ取ってどうすんのこれ。行かせはしない。私と出くわしたのが運の月。何歳だよ。怖すぎ。へえ。謎のつわもの感。募金の時に放つとかっこいいセリフ。3位。財布ごと入れちまうか。2位、箱がちっちゃいよ。1位。ちまちま集めるなよ、貸せそう言うと、募金箱を取り上げ、俺に任せな増やしてやると言って競馬場へと入っていった。やめろ。不安だな。なんてやつだ。アホの発想。どっちが家事するか早打ちで決めることにしたけど結局買った方がしなければいけないことに気づく。わろた。勝負すんな。膠着状態。いい年して何やってんの。一人だけ、火事だと聞かされてきた消防隊員。泣くな。かわいそ。そりゃ泣くわ。いじめちゃうか。あなたの風はどこから？俺は肩から。肩かよ。来るか。それ風じゃねえ。厄介な風だな。100円の価値もないお父さん。100円。ひどいよ。ひどい言われようで草。どんな父親なのか。たかし、お前が部屋に引きこもってゲームをしているとき。アフリカの子供たちはどうしていると思う？お前の価値観で勝手に貧富を決めんなよ。あの人たちはあの人なりに普通に生活してんだよ。それな。と正論。いや笑った。それなと言いたくなる。若き子。ツボ。増えた。笑える。予想の斜め上すぎる。じゃんけん大会、決勝まで勝ち上がってきた相手を見て、本当にグーで勝てるのかパニックになった。怖いな。爆笑だわ。オーラがすごい。納得です。もうマサラタウンを出て30年ですからね。次こそ勝ちたいです。サトシ？老けすぎ。もうやめたれ。リアルすぎ。V 型8気筒エンジン。V8 って。笑った。乗りたくねえ。冷却水多すぎ。宮川大輔アローラの姿。増えた。くっそ。すっげえわかる。南国感あるわ。ぶどう狩り、みかん狩り。目立ちたがり。一本。うまい。小学生か。育ち盛りだな。本当に崖から落とすなんてバカじゃないの？ごめんって。言ってそう。すごい怒られてる感。
これは言ってるな。コミカルなおじさん。わろた。シュール。あら素敵。プクってなった。未だに許せないこと。カビキラーの容器にカビが生えていたこと。なんだそりゃ。掃除しろよ。容器は関係ないっつーの。はずれ。大学の合否判定が軽すぎる。わろた。吹っ切れそう。次行けそう。はずれはおかしいやろ。亀をいじめるのをやめなさい。やだよ、バーカ。いじめるなら私の亀をいじめなさい。すいません、帰ります。下ネタかよ。カオス。出すな。とりあえず服着ろ。おいらは既婚者だぜ。間違えて借りてきた、既婚者トーマスがそれはそれはつまらなそう。まぬけ。それはそれは。逆に見たいわ。ツボにはまりそう。心をなくすと書いて、棒、みたいなことを教えてください。信者と書いても受かる。納得した。うまい。信者。なるほどなるほど。おでこかゆい。耐えるんだ。切ない。書けない。むっちゃ我慢してそう。エアマックス狩りにあって約20年。もみじ狩りでようやく俺も狩られる側から狩る側かと黄昏れた帰り道で親父狩りに会う。すげえ。発想。波乱万丈。センスありすぎ。崖の上船越英一郎じゃね？ロケ地かぶりましたね。笑った。笑った。強く酔い。まさかの崖かぶり。露天風呂。露天風呂ブロブロロロロ。くそ。なんだこれ。これはずるい。中身がなんもない。松本、アウト、浜田も笑ってたやん。似てる。おもろ。そっくりさん。めっちゃ言ってそう。面接にて、あなたの趣味は何ですか？株ですね。御社の株の 74% ほどを所有しております。合格。オーナー。大株主。筆頭株主やん。乗っ取ってやがる。せっかく貞子さんが女友達を集めてくれたんだから恥ずかしがらずにもっと自分を出していった方が良いと思うよ。シュール。いいやつ。なんかなゴム。どんなコミュニティ。社長、社員証を忘れた。新人警備員、入室できません。バカモンそいつがルパンだ。鈴木社長君は評価高いよ。やってもうたな。顔パスは社長でも微妙なライン。筋肉昔話。おばあさんが川でハムストリングスを追い込んでいると、上流から切れてるよう切れてるようと大きな大臀筋が流れてきました。やかましい。どんな状態だよ。なるほどわからん。ハッスルマッスルブギってのがあってな。あなたが天才だった頃のエピソードを教えてください。受精した。ほんま命がけだったな、あの頃は。生存競争の化け物。それ以上なことないよな。5億分の1の天才。私たちはもともと西の村の出身なんだよ。魔物に襲われて。むしゃくしゃしたから東の村を襲ったのさ。カースト制度の始まりであった。性格悪すぎ。ラスボスここにいました。声出して笑った。絶対内緒にするから話してみろよ。絶対やだ。拡散されてまう。絶対爆音で喋るやん。お前の存在からしてもう信じられない。すいません。シート倒してもいいですか？思いっきり倒してください。こっちおいで。いいよ。お膝に座る？娘さんを返品させてください。新たなやり方。バカ野郎。増えとる。よく言えた。前だり後ろだれ。だりだよあいつ。だりなんだ、あんだ一体。野田クリスタルなのだ。ふふってなった。タクシーが止まらない人。パトカーが止まりそう。だろうな。どうする？こうする。フリチン乗車されるからな。おめえの関根から持ってきてやったぞ。めっちゃ優しいやん。いい娘かよ。優しい世界。いじめから守ってくれてなく。ビンビンをつけたら面白いタイトルや名言。ミスタービンビンビーン。おもろいわら。クソッコンなので。増えた。ずるいわ。社長、社員証を忘れた。新人警備員。入室できません。バカモンそいつがルパンだ。鈴木社長君は評価高いよ。やってもうたな。顔パスは社長でも微妙なライン。ハーバー科学者、ユダヤ人への偏見から逃れるため、ユダヤ教から。西川貴則に回収した。どういうこと？ミュージックカモン。生足魅惑のマーメイド。回収レボリューション。ことわざにアルファベット一文字足して面白くしてみてください。地下2階から目薬、
非ニュートン力学。天才だな。どうやって？上昇気流をください。最も信用されないセリフベスト5。愛はお金じゃない。行けたら行く。怒らないから行って。ここだけの話だけど、1位。大切なお知らせ。ナショナルの大切なお知らせは、大切だった。こう見ると、嘘つきの殺し文句みたいやな。この動画を閉じると二度と現れません。嫌な予感しかしないやつ。みんなの力で道路をきれいに。お前らやっとけよ。この子の将来が心配。この顔くさ。言ってるわ。ムカつく。旅行先で残念な気持ちになること、ホテルが駅から行きづらい、観光地がイメージと違っていた。コナンたちがいる。この中の誰かが丸される。片平なぎさ、船越英一郎も危険。残念というかやばい。宿泊先変えたら金田一が。渋谷スクランブル交差点。正岡式が配置され英語も交えながら注意を呼びかけ。何歳だよ。さすがベースボールの俳句を読んだ人、英語は得意。似てる。よくぞ気づきましたね。怒りレベル星1つ寝坊した星2つ発注ミス、6つ。自分のミス。あるある。八つ当たりで草。本当にいるよな。やばすぎ。ちくわを選択して草台。じわじわ来る。な、難易度高いな。ゲスタルト崩壊。すべてが違う。一文字間違えると、とんでもないことになるヒット曲。もう薬なんてしない。もう薬なんてしないなんて、言わないよ絶対。薬って読むんやろな。したぜん。二回目ですが、何か？おまわりさん。アックスボンバー行くわよ。本当に落ち着け。ただの吉丸やんけ。おまわりさん冷静。破壊力ある。ボケてみんの構成比率が血も涙もない。え、こんなに女子がいたの？そうでもないで。無慈悲。これ赤いところ女子のふりした男子だからね。え、シャリ抜きって言ったのに。クソ辛そうでくさ。これくらい許してやれよ。たった一粒じゃん。罰ゲームか？ここに置いてあった像を壊しちゃったので、真似てごまかしている。青いバッグに気が気になる。さすがにバレるだろ。無理がある。辛くない？メガネなくしたので買いに来た。い、鏡見ろ。乗ってる乗ってる。ベタすぎ。店員さんも苦笑い。合掌、甲をつまむ、額に甲をいただく、甲炉にくべる、合掌。笑いを取る。絶対やっちゃいけない場所で草。7滑ってやばい雰囲気になる。大伸縮。葬式で笑いを取ろうとするな。よくある質問。ボケてってボケるの無用？お題出したりするのも無用？はい。広告掲載型で運営しているので、恥をさらすのは無用です。浮いたお金は他のところでお使いください。めっちゃ深刻ってるわ。言い方。なぜバレた？マジレス禁止。一ボケ一星で1円もらえたらいいのにな。時給12円。私だったら今頃1億ぐらい。普通に働いた方がマシ。時給を増やそう。全然稼げなそう。無人島に遭難して1年、もうダメかと思ったら救助じゃなく応援が来た。いらん。違うそうじゃない。どうやって？助けろや。慣れ慣れしく俺に触るんじゃねえ。くーん。かわいい。キャップ。テンポいいな。画像がウケるわ。ダイソンに座れそうになってる力士と耐える力士。ウケる。やばい。一体何が起きた？ダイソン杖。火事だー。叫びながら走ってきた人がこけた。うまい。頭打ったな。一回転したのか？見事なこけっぷり。耐えろ閉店まであと少しだ。耐えて。笑った。喋ってる。ものすごい応援されてる感。ねえねえさよならエラーってどんな気持ち？ひでえ。まさに鬼畜。最高やろう。どう？どう？今どんな気持ち？金玉触るんじゃねえよ。勢い。そりゃ怒るわ。普通に増えた。サンタさんおこ。お前は予算ギリギリで作られた怪獣だというウルトラマンの精神的攻撃に必死に耐える。受ける。やめろや。聞きたくない。表情やめろ。さよならパトラッシュ迎えが来たみたいだ。いかつい。天使って。わろた。パトラッシュごっついな。昔、無理して高いファを出そうとして息絶えた父に捧ぐ。わろた。ファロタ。右上の顔。派で絶命。電車を待っていたら何者かに押された。耐えた。シュール。耐えた。
あっぶねえ。誰だよ。バイト募集中、仕事内容、ひよこ選別、時給、5000円。親鳥の攻撃に耐えながらの作業になります。増えた。親同伴。閉じ込めとけよ。うちの子に近づくな。尻尾触るのは良いけど持ち上げて肛門みんなや。ごめんなさい。みるみる。怒ってるよ。匂いも嗅ぎます。芝のチクチクで高い。弱。雑魚すぎ。そんなバカな。超巨弱体質。高い高いの途中で知り合いに会った。あぶね。捨てた。もはや飛んでる。放置。やめろそっちも3分しか耐えれないんだ。はや。くだらねえ。下ネタかよ。やめなさい。生まれて初めて目薬をさす石川くんを全力で応援。目薬ずれてる。左下どうした？下手すぎて。どこに刺す気だよ。僕は生まれながらの天才ではない。何か期待させてすまなんだ。謙虚。すまなんだ。うまい。かまへんかまへん。ポケットモンスターを一瞬で終わらせてください。そこにわしが完成させたポケモン図鑑があるじゃろ。終わった。自慢かよ。甘やかしてるな。破壊力絶大。グリー世界中の子供に課金させた兄弟。うまいな。最低か。極悪すぎる。悪そうな顔や。やめるからやめるからセーブだけさせて。あるね。やばい。締め技。昔よくあったな。実話で一番衝撃的なエピソードを教えてください。献血で血を取られて貧血起こして自分の血を輸血される。迷惑。増えた。本末転倒。出て戻っただけやん。いで始まっていで終わる言葉。いらっしゃい。いい魚入ってるぜ。いか握りやすかい。いいよいしょ。お待ちいらない。いきぃ。勢い。狂った。どんな店員だよ。最後で増えた。サビで歌わなーい。なんか草。歌いよ。癖が強い。坊主が謎。きっちり泥棒にとどめを刺すタイプのホームアローン。怖いわ。顔怖いよ。バナーって。続編でないね。目的地に設定された。ピンが。公園かな？わろた。二つ目の眉毛、左方向です。ねえゆうか、僕と離れて寂しいかい？寂しいかい？そら、寂しいだろ？あ、怒らないで僕も寂しかったよペロペロ。来たねえ。病気。気違いやろ。狂ってやがる。一瞬すごいと思ったけどよくよく考えると当たり前なこと。俺の親父とお袋さ。実は血が繋がってないんだってさ。うまい。そりゃそうだ。なるほど。ん、お、あ、あ。魚を焼いてたら背後から何かが近づいてくる。かわいい。面白いな。何かがって。これより台所への潜入を試みる。庭サボるとこうなる。黙ってる。きついな。順番に相手するから。夏休みの宿題か。さてと。これから嫁の洗濯物を台無しにしようかね。ババア。ふざけんな。中身は醤油。嫁、あんのババア。いえいえいえ。スネークが突発的に叫び出すという最高難易度。無理ゲー。わろた。加工がひどい。もはやスネークではない。住人に一人くらうは伝わるあるあるを教えてください。ムンクの叫びをムンクの叫びだと思っていた。確かに。わかる。そうなの？違うんだ。貴様も調査兵団か？増えた。わろた。成長。イケメン金太郎。こんなの誰も使わない100均の便利グッズ。切れ味抜群洗濯バサミ。意味ねえ。ビッビビリ。もはやハサミだろ。びっくりするほどいらない。そして狼にとどめを刺す四男。怖い。わろた。画像なんやねん。真打ち登場。叩いてかぶってじゃんけん大会。第14回大会優勝。十字架サム。叩けよ。十かよ。ルールねえのか。もはや、関係ない。かなりの寒がり。暖かい。叩いて。焼かれるぞ。火力が弱いわよ。目が覚めましたか。始めますね。なんでだよ。ダメだよ。鬼か。いやいやいや。市場の競りがサビに入った。発想。これ好き。これは終焉。むしろ聞いてみたい。
ランナーと審判がカモメの霊に憑依される中、黙々と湯切りを続ける元ラーメン職人のショート。カオス湯切り、よくわかんねえ。どういうことだよ。はっはっは、さらばだってかっこよく去ろうとしたら、ジェット噴射を逆につけてた。はっつ。かっこ悪。膝で耐えてる。くっそわろた。こんな飲食店は嫌だ。最近手を洗い始めました。最悪。ごめんだ。やばいから。汚ねえ。微分がわからん。微分は積分の逆だ。積分わかんねえよ。真剣ゼミの前振りが荒い。増えた。わろた。ワイルド。見てみたい。何もすることがないので尻を触る。おい。顔が。なんでやねん。しれっとね。もうすぐ高い五輪中。ポジティブ。払いたい。集中戦やめろ。なんか楽しそうだな。高い高いしてもらおうか。うめえ。こわ。わろた。面白い。死亡フラグならぬ生存フラグを立ててください。この高さの崖から落ちたのだ。いかにやつとて生きてはおるまい。あるある。なるほど。うまい。生きてるパターンだね。たくさんいる客の中でライブ中なぜか自分だけずっとスクリーンに映されてるので緊張して全然楽しめない。顔。固まってる。移動しろよ。これは嫌だ。親戚がたくさん集まったので覚えたての。げんこつ山のたぬきさんをご機嫌で披露する長男。最高。ご機嫌で。真剣だな。拍手してる。やだやだ行きたくない、早く行きなさい。たくさんの患者さんが待ってるのよ。マザコン。お前かい。そっちかよ。医者かよ。幅高さ幅高さ幅。謎すぎる。わろた。面白い。爆破の意味。女子トイレの一番奥の個室を3回叩くと花子さんが来る。では、5回叩くとどうなる ?3 回目で現れた花子さんを、2回叩くことになる。わろた。撃退。確かにな。なるほど。匠にありがとうございますって伝えてください。匠。開放的。やばすぎる。なんということでしょう。一人くらい踏んじゃっても、もっとたくさんの命救ってるもんな。うん。そうだね。うん。じゃねえよ。放送事故。言い聞かせんな。店に入って2時間、注文も聞かれないままに閉店を迎えたが、まかない飯にわずかな望みを託す。呼べよ。おもろ。粘り強い。電気消されとる。買ってほしいおもちゃがあるときはこれくらいの高さでお父さんのここをこうよ。急所。痛い。逆効果では教えちゃいかん。あれがタケノコの里だ。キノコ群。すごい。わろた。どうしようってんだ。こんなにたくさんのあんこ食べきれないよ。多すぎ。なんで食べる？それはあんこやない。食べなくていいよ。ホリケン、タケユタカ、サバンナヤギ、レディーガガ。タケユタカ。うますぎる。じわじわくる。超面白い。我が名はタケシ。体にいいものを食べてるよ。コナーくん。つぼった。わが名はたけし。いやコナーでしょ。もっともっとたけもっと、パーン。なにこれ。こんなん笑う。壮絶な最後。売ってちょうだい。やめろよ、戦う以外にももっとこうあるだろう。お前それ言いたいだけだろ。受ける。くそ。ドヤ顔感。ツッコミ。マジだってこんな高さからオリーブオイルをさ。あいつか。わろただよな。おいオリーブ、ほらね、直接鬼ヶ島に行って戦うよりサイバー攻撃で社会的に抹殺した方がよっぽど効率が良いんですよ。賢いな。怖いよ。頭脳派。何時代だよ。人類最終兵器、タコさんウインナー増えた。爆笑。くそわろた。最終兵器、え、この人たちじゃない？わろた。ですね。まずいだろ。これは行きましたな。全国屈指の帰宅部員たち。帰宅部。すげえ。強豪。つぼった。たくさん壊したね。うん。楽しかった？そういう時なんて言うのごめんなさい。素直。ほのぼの。反省会。平和的に解決。助け呼んでくれ。忘れないぜお前たちのこと。表情が。助けてあげて。
なんで上履き？後ろの奴ら笑顔。プロジェクターの前に立つんじゃない。あるある。怖い。こうなるな。耳なし方一案。会場を間違え中継で戦う二人。アホだ。意味ねえよ。これはツボ。パントマイム。校長が足にタコができたとかいう雑談をしているが、心の底からどうでもいい。顔。これ好き。こいつらの顔。どうでもいい。名前は？住所は？で、警察のコスプレはいつからやってんだ？笑った。そっちかよ。結構でか。そっちでしたか。済んでしまったことは後から悔やんでもどうしようもないこと。朝は立つけど肝心な時に立たず。どんまい。役立たず。お気の毒。そういう時あるよな。戦うのがめんどくさくなったから敵の寝込みに放火。けど、ひどい。どっちが悪だよ。思考回路やべえ。この道具で、戦うのは10年ぶりね。これ。何者？絶対強いわ。これは強い。もしも江戸時代にカーナビがあったらどうなる？この先、100メートルの大名行列、図の高さにご注意ください。わろた。うまいわ。図が高い。頭の高さ。第7話。タコの酢の物。いらんわ。美味しいよね。どんな話や。第7話って。辰年元旦。かっけえ。すごい。ミラクル。かっこいい。月に1回、ルンバの功績を称える。おもろい。わっしょい。ルンバを喜び。いい子いい子。げ、原発を盾にするとか卑怯だぞウルトラマン。逆だろ。正義とは。悪はどっちだよ。勝つために手段は選ばん。ちょっ攻めて立とう？フォークダンス嫌なのわかるけど、攻めて立とう。めっちゃ嫌。かわいそう。どんだけ嫌なん。なえるわ。めっちゃ楽しい溶接めっちゃ楽しい。顔が。アホか。天才か。メガネはロタ。この文章を読んでいるということは、あなたは今バッターボックスに立とうとしているんでしょうね。続き。ポカン。だからなんだよ。くすっときた。立とうとするたび、拡散が陰謀をちらつかせる。鬼か。爆笑。受けた。もう許してやれよ。この後、こいつが裏切り、戦うイベントが発生するので先に装備を外しておいた。あるある。爆笑。発想がすごい。すごいわかる。焼きマシュマロが楽しい。わろた。美味しそう。ギャップが。顔が真剣やな。上腕二頭筋股関節尾底骨上腕二頭筋おっぱい。くだらねえ。おい最後。やかましいわ。ピンクなぜ。頼む、間に合ってくれ。平和だ。本気かよ。お腹痛いわ。走った方が早いわ。被弾した滝出し頼む。増えた。カオス。わろた。画像がずるい。月に一回、ルンバの功績を称える。おもろい。わっしょい。ルンバを喜び。いい子いい子。げ、原発を盾にするとか卑怯だぞウルトラマン。逆だろ。正義とは。悪はどっちだよ。勝つために手段は選ばん。ちょっ攻めて立とう？フォークダンス嫌なのわかるけど、攻めて立とう。めっちゃ嫌。かわいそう。どんだけ嫌なん。なえるわ。めっちゃ楽しい溶接めっちゃ楽しい。顔が。アホか。天才か。メガネはロタ。この文章を読んでいるということは、あなたは今バッターボックスに立とうとしているんでしょうね。続き。ポカン。だからなんだよ。くすっときた。立とうとするたび、拡散が陰謀をちらつかせる。鬼か。爆笑。受けた。もう許してやれよ。この後、こいつが裏切り、戦うイベントが発生するので先に装備を外しておいた。あるある。爆笑。発想がすごい。すごいわかる。焼きマシュマロが楽しい。わろた。美味しそう。ギャップが。顔が真剣やな。上腕二頭筋股関節尾底骨上腕二頭筋おっぱい。くだらねえ。おい最後。やかましいわ。ピンクなぜ。頼む。間に合ってくれ。平和だ。本気かよ。お腹痛いわ。走った方が早いわ。被弾した滝出し頼む。増えた。カオス。わろた。画像がずるい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。